Hallo und herzlich willkommen zum Story-Finale oder zum Finale des Let's Plays von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, der ganzen Reihe. Und damit heiße ich euch willkommen zum letzten Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Und zwar, ein neues Leben, Naruto und Sasuke. Beide waren einander gewachsen und hatten einander dazu gebracht, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie waren auch gemeinsam gegangen, hatten Freude und Leid gebracht, Furcht verbreitet und emotionale Bande geschmiedet. Doch ihre Träume begannen sich zu verändern. Sie trennten sich, wurden zu dem Ninja, der sich auf seine Verbündeten konzentrierte, und zu dem Ninja, dem die Revolution über alles ging. Welcher Ninja-Weg kann sich durchsetzen? Dieser Kampf wird der entscheidende und letzte zwischen Naruto und Sasuke sein. Fangen wir an mit dieser Episode. Sie wird ungefähr 40 Minuten gehen. Oh, nice. Das heißt, seid gespannt auf einen langen Part. Naruto und Sasuke. Sate, washi mo mukou ni modoru koto to suru. Daga, wakareru mai ni kiite okitai. Naruto to Sasuke. Waga haha Kaguya to tadakai, onore no dashita kotae ni henka wa atta ka? Kotae wa kawanne yo. 仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから。そうか。あ、そういや、無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ。俺っては早く助けてやりてんだけど。技術の槍方は簡単だ。美獣すべてのチャクラを持つナルトと輪廻眼を持つサスケが 互いに根の因を結びさえすればいい。なんだ、意外と簡単なんだな、サスケ。ああ。良いのか？あの時のお前の答えは？奴らを解放することは構わない。ただ、まずは、この無限つくよみの中、 今のご賭けどもを処刑してからだ。何だと？サスケ、お前はまだ復讐を望んでるというのか？サスケよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。 だから、俺が火影になり、里を変える。そのお前の言う火影とは、どういう意味だ？そんなに知りたきゃ教えてやる。確かに、かつての俺は、ただ破壊を望み、復讐だけが目的だった。だが、今は違う。破壊し、 そして作り直すのさ。闇を抱えぬ里を、世界をな。つまるところ、俺の掲げるもの、望みは、革命だ。千葉天聖！ の間、辛抱してくれ。 これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな、ナルト。 うまくいかぬものだ。結局は
インドラとアシュラと同じ道を歩むのか。いや、兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。場所を変える。お前なら分かっているな。Dieser Glare-Effekt, der nervt so. どうすることもできないって本当は分かってる。サスケ君をこんなに思ってるのに、大好きなのに、寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまただだこねて泣くしかできない。みっともないよね、本当。でもでもサスケ君、少しでも少しでも私のことが心の隅っこにあるならお願い、もう遠くへ行かないで。お前は本当にうざいな。ちゃんに現実までかけることがねえだろうが。さくらはお前を助けたかったんだ。ずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が、今でもお前のことを思い涙を流すのは、お前を愛して苦しんでいるからだ。それが失敗した過去の縛りなのかもな。サスケ、約束したんだ。昔さくらちゃんだ、サスケは絶対連れて帰るって。先生、俺の人道はもう知ってんだろ。行ってくっつ。ああ、頼む。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだ。ああ、お前たちとのつながりはもう断ち切った。前にも言ったはずだ、親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな。他人は黙ってろ。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それに火影だってお前には渡さねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の望みは革命だと言ったはずだ。俺の言うほかげはお前のそれと全く違う。内派いたち、
影に生き、影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思う火影とはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと平和のために行動する。そのためならいかに己の手を汚そうとも構わない。そこで生じた憎しみは俺が引き受ける。俺には父も母も兄もいない。ただ一人だ。すべての憎しみを一人だけで背負うことができる。そう、俺の言う火影とは、五影すべての闇を己の炎一つで焼き尽くし、その灰を食らって生き続けるものだ。お前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ。一人だけじゃできねえこともある。かぐやとの戦いもそうだったろうが。それはうまくいくだけじゃない。この二体の石像のように、そして俺たち兄弟のように。結局今この世界に必要なのは革命だ。これまでの過去の闇は俺が処理し、真っ白な未来を一から始めていく。お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのか。そうだ、俺は過去を切り捨てる。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうすればいいか分かってんだろ。ナルト！サスケ！Ja, einen Feind, der an einer Wand klettert, zu booten. Ja, einmal mit wandorientierten Ninju zu Angriff treffen. Sakura-chan, was soll denn passieren? Sakura-chan hat immer deine思い出や愛情、そんなものはただの縛りにしかならない。俺のなす革命にそんなものは必要ない。必要ねえぞ。ふざけたことやってんじゃねえぞ。だってOkay, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. よっと
気やしない。燃え尽きろ。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。Perfekte Susanno. Wow, ich habe schon den Geheimfaktor erreicht. Auch gut. Ah. Mensch. Ganz chillig, easy peasy. Sasuke müsste eigentlich tot sein. Alter, das überlebt doch kein Mensch. Aus der Höhe zu fallen. Ins Wasser ja, aber nicht auf die Erde. Diver. Wenn ihr den Song jetzt hört. Diver. Naruto Opening 8. Daran ist das jetzt angelehnt. Kurde Oreva. 一人だ。Ja. Das war das Opening 8 angelehnt. Ist aber auch ein geiles Opening, ne? Passt auch so gut. どうした？まさか、もう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことで、お前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりも、そう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は、俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら
あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ、おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。うわあ、wenn jetzt noch Iruka was gesagt hätte. Naruto. Mada da. Mada. Ikasene yo, Sasuke. Nande da yo. Nando mo.何度も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 、なんでお前は、何なんだよお前は、お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前を一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を切る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互いもう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。つながりは切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。
Boah, hatte der Glück, mich zu treffen, ey. Was habe ich noch für Kampfvorgaben? Gegen andere, okay. Was habe ich denn noch? Luft, Jutsu, ne? So, jetzt habe ich alles. So, jetzt hier nochmal Kombo nach oben. Das ist eine schöne Kombo. Luftkombo. Und die Normalkombo bitte. Oh ne, jetzt Teil des Endes, ernsthaft? Kommen wir nach unten. Mach noch nicht. Oh
Oh, du bist auch so doof und läufst in meine Riesenrasengerbe rein. Was denn jetzt? Scheiße! Jetzt aber! Scheiße! Aua! Oh, mein Chakra ist weg. Die Arschlöcher. Warum habe ich hier... Warum habe ich das ganze Leben verloren? Aua. Au. Ha. Glaub mir, ich krieg dich klein. Wow. Nice, da ja. Mega geil.
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。友とはお前にとってのそれは一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違い、バカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらないやつだと思い、弱いやつだと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し、俺とお前は同じ班になっちまった。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。あ？なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって。認めてやるよ。は？俺の負けだ。バカ野郎！この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえよ。ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ。なあ、ナルト、俺はお前を認めちまった。
ここで俺が死ねば、陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。たく、それ以上ぐちぐち言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。Ja, wir haben es verstanden, weil wir Freunde sind. So. お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。Ja, die haben einfach schwarze Arme gemacht. やっぱりここか。カカシ先生。ああ、行ってこい。てめえには負けねえってばよ。ほざいてろ、うすらトンカチ。ああ、もう無駄。うっさい。やっと戻ったね。What? Neues Leben. Ende. Naruto und Sasuke. Ende. Enge Bande. Der Kampf war vorüber, als sich über Licht und Schatten alle allumfassende Stille herabsenkte. Überwandern sie ihren Schmerz und erwachten mit sanften, emotionalen Banden im Herzen. Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Hono. Das war der Punkt der Wiedergeburt von Team 7. Ja, jetzt kommen die Mitwirkenden. Habe ich einfach mal geschmiert. Nee, das gehört natürlich auch dazu. Ja, das war Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Die Story. Wie gesagt, mir hat die Storm-Reihe sehr gefallen. Auch an manchen Stellen habe ich viel genörgelt. Ich weiß, wegen einigen Sachen, die meiner Meinung nach berechtigt sind. Trotzdem an sich macht mir die Geschichte sehr viel Spaß. Generell die Kämpfe. Also das ist wirklich einer der besten Shonen-Fighting-Games, kann man sagen. Also, das ist wirklich einer der besten Beat'em... Ist das Beat'em Up? Ich glaube, das ist Beat'em Up, ne? Beat'em Up Games.
die ich sehr feier. Storm-Reihe generell ist eine sehr geniale Reihe. Es gibt, wie gesagt, auch Mankos. Wie jetzt zum Beispiel das mit den schwarzen Armen. Diese Zensur, das muss nicht unbedingt sein. Aber gut. Ja, Storm 1 hatte ich mal ein Feedback gegeben. Storm 2 habe ich mal ein Feedback gegeben. Storm 3, mein Lieblingsteil von allen, habe ich mal ein Feedback gegeben. Storm 4, war nochmal eine Revolution zu Storm 3. Ja, was habe ich da so groß an Kritik? Die Zensur halt, ne? Das ist so Kritik. Steuerung ist völlig in Ordnung. Was ich nicht gut finde, ist, wie man die S-Ränge bekommt. Das habe ich sehr schwer empfunden damals. Weil du musst da echt alles perfekt haben. Und das ist, du hast keinen einzigen Kratzer bekommen. Musst halt immer die perfekte Kämpfe machen. Du musst alle geheimen Aktionen sofort ausgeführt haben. Ohne dass dir ein Stern Verlust geht. Ist schon echt hart. An dieser Stelle ein bisschen schwierig, finde ich. Ja. Was kann ich sonst so sagen? Von der Story her haben sie das Wichtigste reingepackt. Wie gesagt, der Endkampf von Madara haben sie auch nochmal gut gemacht. Genau, was ich nicht gut fand beim Storm 4 Teil, war halt eben, wie gesagt, dass sie halt den Anime genommen haben und da einfach nur Standbilder genommen haben. Das fand ich nicht gut. Da fand ich das in Storm 3 besser gelöst. Da war das ja auch so ein Mischmasch-Ding, aber halt viel besser. Das fand ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Zum Ende hin ging's halt, weil der Anime damals noch nicht so weit war, als das Spiel rauskam. Allerdings auch immer so ein bisschen mit diesem Schleier, den sie da hatten. Und dieser Glare-Effekt. Boah, was ist der scheiße? Der sieht sowas von scheiße aus. Damit wollten die erst auf eine neue Revolution bringen, quasi. Aber das sieht das scheiße aus. Das sieht so verdammt scheiße aus. Ja, ansonsten. Zum eben mal so durchspielen die Story. Ohne jetzt wirklich sich auf die S-Ränge zu fixieren. Ganz okay, kann man gut machen, kann man gut spielen, wenn man nicht so viel Scheiße baut wie ich. Geil gegen Madara, also erster Kampf, geil gegen Madara, sehr hart. Und manchmal denke ich mir auch so, what the fuck, wie viele Tauschaktionen haben die eigentlich? Aber das war halt meine eigene Schuld, das war nicht die Schuld des Spiels, das war meine eigene Schuld, weil ich doof bin an der Stelle. Ja, auch wieder sehr emotionale Szenen gehabt, wo ich wieder Tränen in den Augen hatte. Natürlich macht der Anime-Manga da mehr, bringt mir mehr Tränen ins Gesicht. Aber solche Animationen, also die sind Gold, wirklich Gold. Ja, was bleibt mir da groß zu sagen? Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Storm-Reihe. Ich hoffe, sie hat euch auch sehr gefallen, die Storm-Reihe. Wie gesagt, das ist das Finale, der letzte Part. Wir beenden die Storm-Reihe hier. Boruto mache ich nicht. Da, das für die Scheiße. Jetzt haben die schwarze Arme. Ja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sehen, was die Zukunft bringt. Enge Bande. Na, genug geträumt. Katzte no Oretachi wa kodoku de ai ni ue nikushimi wo tsunoraseta gaki datta. 俺たちは互いに違う道へ行き戦った。だが、
ナルト、お前は決して俺を切らず、ずっと俺の心に近づいてきてくれた。俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのに、お前は俺のことを友だと言ってくれた。そしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれた。お前のおかげで俺は救われた。カカシアタークでの夢影。夢見てたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができる。このことは俺たちだけじゃなく、もっと大きなものにも言えることなのかもしれない。ま、はっきり言って、本来ならお前は強制的に投獄される身だったから、お前が免責されたのは、無限つくよみ解除の功績も大きいが、六代目火影が俺になったことや、ナルトの嘆願によるところが大きかったこと、忘れないように。これからはあまり無茶しないでよ。俺の責任になっちゃうから。ああ、すまない。どうしても行っちゃうの？今の俺ならこの人界が、この世界がどう見えるのか知りたいんだ。Das ist gut. あの、私もついていくって言ったら。罪を償う旅でもある。お前は俺の罪とは関係ない。関係ない。また今度な。ありがとう。ふん。Er hat was für dich. Oh mein, まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。Nice! Super nice! Geil! Geiles Bild. Geiles Bild. Geiles Bild. Enge Bande. Ende. 創世に始まり、大続きを経てもなお、やむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち戦い続けた。されど、わずか一人が忍びの者、連鎖を断ち切り、先を開く。友を作り、友を追い、友と挑み、友と結ぶ。その意志は、やがて忍びを包み、世界を包み、憎しみを包み、新たなる道を示すものとなる。ここに
忍びの道極めし忍法帳は成就に至る。さあ今こそこの書に名を記そう。その名は Uzumaki Naruto Monogatari. Die Geschichte von Naruto Uzumaki, ja. Das neue Zeitalter, Knospen. Zeig uns, was in Zukunft mit Naruto geschehen ist. Das neue Zeitalter. It's the last chapter. Naruto. Auch das Gedicht von Briten. Und das war's schon. Das neue Zeitalter. Ende. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Ende. Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Das war Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 4. Da steht der Hokage der siebten Generation, müsste das sein? Ja. Naruto Uzumaki. Das war die Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Reihe. Ich hoffe, die Reihe hat euch gefallen. Ich hoffe, das Let's Play Projekt hat euch gefallen. Brauchen wir jetzt nicht. Ich hoffe, das Let's Play-Projekt hat euch gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, die Reihe zu beenden. Das war's mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch ja, einen schönen Tag. Und beende hiermit das Projekt starrend auf den Blick des siebten Hokage Naruto Uzumaki, der seinen Traum erfüllt hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Projekt wieder ein. Ihr wisst wahrscheinlich, was es ist. Ich selber noch nicht. Haha, kleiner Scherz. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis demnächst. Macht's gut, meine Freunde.